耳で読む七次元よりの使者第三巻12二人の言う二危機物語。ゆうちゃん、ゆうが席を離れるとすぐに幸子が話しかけてきた。やあ、今来たの？さっきから。だって友達と話してたでしょ。友達じゃないけど、さっきここで知り合ったんだ。ほら、大木優という歌手だよ。え、ほんと？ほんとだよ。僕もびっくりしたよ。でも、さばけているよ彼は。後で紹介して。ああ、いいよ。ほんと？うん。でも、今日、来るの遅かったね。うん。本当は、今日3000円だから来ても入れなかったんだ。喫茶店に入って友達に電話かけて来てもらったんだ。ゆうちゃんが来ているのを知っていたから。今日どうしてもゆうちゃんに会いたかったんだ。そうね、ゆうちゃんに頼みたくなかったんだけど、他に当てがないし、どうしても明日までに3万円が必要なの。絶対に返すから貸してくれない？いいよ。だけど、なんで、そんなに急に必要なの？無言。何かあったの？私の友達が、もう3ヶ月過ぎているの。それで、明日おろすの。お願い、嘘じゃないから貸して。もし信用してくれないなら、その子、今、喫茶店にいるから、会えるから。もし、その子が返せなくても、私がバイトして、絶対に返すから。わかった。明日までに金は大丈夫だ。その代わりに貸しはしない。君にあげるよ。え、どうして？そういうのやだ。大丈夫だよ。別にあげたからってどうのこうのと気にしないでくれ。君の友達思いにあげるんだ。その子だって大変だろ。ありがとう。今度その子を会わせるわ。別にいいよ。礼なら関係ないよ。君にあげるんだから。じゃあ、明日、この上の喫茶店でいい？いいよ。時間は10時。10時？ちょっと早いな。僕は起きるのが遅いんだ。もうちょっと、遅くできない？だって、明日の午後からなんだもん。そこは東京じゃないの。どこ？横浜。じゃあ、大丈夫だよ。2時間もかかんないよ。でも、横浜で友達と待ち合わせしてるの。じゃあ、10時半。わかった。それじゃあ、電話で起こしてくれないか？電話番号を教えるから。10時過ぎになったら、電話してくれ。5分くらいで行くから。もしかしての時でも、必ず10時半までに行くから。悪いわね。いいよ。君は、大丈夫かね？私は大丈夫よ。そんなドジはしないわ。無言。ありがとう。じゃあ、上で、その子が待っているから帰るわね。ああ、それじゃあ。雄一の席からちょっと離れて、雄はソファーにもたれかかっていた。幸子はそれを知っていたが、雄一は、すっかり相棒がいるのを忘れていた。やあ、悪い悪い。急に、向こうから用事を頼まれちゃってね。よう、今の可愛い子は、お前の何か？いいや、ここで知り合った女の子だけどね。そうか、俺の好みの女だな。ああ、いい娘には違いない。それで、さっきの話の続きはどうした？さっきの？ああ、何だったっけ？ああ、思い出した。レコードの話だな。巨披露がテレビを拒否したり、いろいろなフォーク歌手がそうしたりしたブームがあったろう。それが、梅町と冬みたいに、それがイメージ歌手までになったりして。だけどな、あれは、だいたい、俺も、そうなんだが、初めはテレビに出たくても出られなかったんだ。フォークの初期は、反戦フォークや体制批判のフォーク歌手が多かったから、当然テレビなどには出られないしな。それは、学生運動に大きく影響してると思うんだ。そう。俺もそう思う。
あれは中国や他の後進国でよく使われる上からの政治的意図で行われた革命意識ではなく、ヨーロッパやアメリカの学生運動に見られる国際デモクラシー的風潮や明治以来の封建的で中身のない権威主義の教育制度の欺瞞性が一気に不満となって吹き出したのが学生運動にまで発展したと思うんだ。それが政治や文化や音楽まで広がって、体制側の営利的圧力が逆に反体制意識を作り上げたが、組織までいかずしてただ体制批判の文化で止まってしまったと思うんだ。だからプロダクション、レコード会社、テレビ、ラジオ、雑誌などの商業マスコミの三位一体の音楽産業に疑問と批判を学生たちが持ち、その抵抗としてフォークゲリラ的発想の中に政治や企業や天皇制や警察権力の欺瞞性や皮肉を込めて若者たちに流行ったと思うね。その中には歌だけに飽き足らず自主レコードやコンサートまで押し広げたと思う。それが大衆的に育ち若者の文化になりつつあったけども、やはり三位一体の音楽産業には受け入れられない。だからミニコミ雑誌や自主映画、大学祭での独自の企画やコンサートとなって幅広い文化メディアに広がったから、学生運動を知らない連中たちにもどんどん広がった。こうなると若者を対象とした雑誌がこのような流れを無視できなくなり、積極的に取り入れるようになる。そしてラジオも深夜番組という、あまりラジオ局にとっては重要な時間帯でないところに取り入れると逆に流行って、それが本来の形のマスコミが文化を追いかけなければならないという時勢に変わる。そうだな、今までは、今でもそうだが、マスコミが文化を作り出してしまうからな。そうなんだ。そういう意味でも学生運動は精神的文化には大きな遺産を残したと思うんだ。僕は前にある宗教団体が本当に社会の幸福を考えているのかと思ったけど、トップは無能だね。少しはトップ2人とも内外に信者の立場を取っているから本物がわかると思ったけど、確かに本物がわかっていた。つまり僕の理論や方法論をみんな自分のものにして仏様の顔をした。その時から崩壊が実際には始まったんだけどね。その点マスコミの方がまだマシだね。力あるものや人気のあるものの理論ややっていることを取材という形で取り上げることはあっても、嘘やそれを自分のものとしては法律で名誉毀損とか著作権という形でできないようになっているからね。そこへ行くと宗教団体はそれがない。表向きは神や仏様のおっしゃる通りに生き、あるいは言葉に従いとかなんとかなんだが、結局はそのトップの指示通りだね。かわいそうなのは信者だよ。トップがある時を境にして信者から権力者に変わって宗教を逆に利用し始めたんだからね。そのために初めはなんとか救われるかもしれない信者が逆にほとんど救われなくなってしまったんだからね。僕ももう救わない。戦後に宇宙の曼荼羅界からたくさんの人々が降りてきているけど、みんなだんだんと同意見になってくるね。最後の一人が見捨てた時、東京は終わりかもね。面白いことに、そういう企業的脱税宗教教団は東京に大きな建物を持ったりして相当の固定資産があるからね。おかげで東京から離れられない。マスコミの企業集団も同じだ。そのどちらも悪と判定したら梵天の真理が発動して東京は沈没になるらしいけどね。昔から言われていることじゃないかな。どちらもムーとアトランティスの表面ばかりを追いかけて本質を無視した裁きだよ。そういうことは俺はわかんないけど、俺は宗教も企業も嫌いだ。末法だからその悪い部分ばかりが現れているからね。そりゃ仕方ないと思うよ。でもだからといって本質も見ないで本質さえ嫌うのは賢いことじゃないと思うね。まあそうかもな。俺はただ音楽しかやってこなかったから、やらないものに対して批判するのは考えてみりゃそりゃおかしいな。ああでも今度教えてやるよ。事実を持ってね。ありゃ
本物に出会わなければわからないものなんだよ。